第二章現代医学のがんに対する病理観がんは病理学で腫瘍に分類されます腫瘍とは体を構成する細胞が自律性を持って無的かつ過剰に増殖する病的状態と定義されています要するに体の中で正常な機能を営んでいた細胞がある時点から突然変異を起こし自分勝手に 何の目的もなく、とめどなく無制限に分裂増殖し、体の栄養を奪って個体を死に、至りらしめる病気ということになります。腫瘍は、良性腫瘍と悪性腫瘍に分類されます。悪性腫瘍は、上皮細胞、皮膚や消化管などの表面の細胞に由来する岩種、カルシノマ、カルチノーマと、 非肥膀細胞、上皮細胞以外の細胞に由来する肉種、サルカマ、ザルコーマに分類されます。一般の書籍やマスコミでガンという場合は、専門的には悪性腫瘍を意味しています。良性腫瘍は、風船が大きくなるように膨張性に発育し、はっきりした皮膜に覆われていることが多いため、正常組織と明確に区別されます。したがって、 摘出が容易であり、手術で切除すれば完全に治癒させることが可能です。これに対し悪性腫瘍一般に有がんは周囲にカニが足を伸ばすように別の言葉では染み込むように心髄性に発育します。白血病や悪性リンパ腫は血液細胞自身が悪症化するので血液のがんと言われ肉腫に分類される悪性腫瘍です。 がんを意味する英語の「キャンサー」とドイツ語の「クレブスハ」はいずれもカニを意味する言葉です悪性腫瘍と良性腫瘍の根本的な違いは悪性腫瘍は転移を起こすという点です転移とは腫瘍を構成する細胞が全身に飛び散ってそこで新しい病巣を作って増殖する現象で リンパ行行性性転転転移、血行性転移、波種性転移血種種のの経路があります。悪性腫瘍が発生した臓器に止まっている間は局所性の疾患ですが転移が起こった瞬間から悪性腫瘍は全身性の疾患になったと考えられますリンパ行性転移とはがん細胞がリンパ管を通ってリンパ節に流れていきそこで定着して増殖する転移形式です はじめはがんが発生した臓器に近いリンパ節に転移が起こりますが徐々に遠いリンパ節に転移が進展していくようになります血行性転移とはがん細胞が血管の中の治流に乗って流れていき遠いところにある他の臓器に定着して新しい病巣を形成する転移形式です胃がん大腸がん膵がんなどの消化器がんは肝臓に 血行性転移を起こり越しやすく、消化器以外の癌は肺骨脳などに血行性転移を起こし液傾向がありますが原則的には癌が,が進行すれば全身のどこにでも血行性転移が起こる可能性がありますある臓器に血行性転移が起きたということはがん細胞が治癒に乗って全身にばらまかれたということで全身のどこにでも 細胞単位の転移が存在する可能性があることになります。波種性転移とは臓器の表面まで増殖したがん細胞がバラバラと種をまくように体腔体の外側を覆う筋肉や骨の内側と内臓の表面の間に広がる空間で胸では胸腔腹では腹腔といいますである胸腔内や腹腔内に広がっていく転移形式です。 進行すると血の混じった水がたまるようになり胸部では胸水がたまる眼性胸膜炎となり腹部では腹水がたまる眼性腹膜炎となりますこの胸水や腹水の中には血液細胞や癌細胞が多数浮遊しています初めの癌病層を原発す転移してできた癌病層を転移すといいます良性腫瘍とは違い悪性腫瘍は あちこちここに転移を起こして新しい病巣を作るため手術で完全には切除できない場合が多く進行すると治癒させることは困難となります時には悪性腫瘍か良性腫瘍かはっきり診断のつかない腫瘍もありますまた良性腫瘍がある時点から悪性腫瘍に変化することもあります